さん、あちら見てください。もう多くの方がもうびしょびしょになりながら水をかけられています。お前何年この祭りが続いてるか知ってんの？お前東京都無形民族文化財に指定されてるんだよ。お前らじゃ指定されてるじゃん、一人一人無形文化財に指定されてる？されてないでしょ、誰もいないでしょそんなの。ねえ、今から見るこの水止め前は無形文化財、東京都の無形文化財に指定されてるんだよ。水止め前の起源は元寇元年1321年に遡る。武蔵の国、現在の関東あたりが大干ばつに見舞われた際、住職が、藁で立像、竜だよね、立像を作って祈祷を捧げ雨を降らせた。しかし、その2年後今度は長雨が続き田畑が流れ出た。長雨は2年の雨乞いの祈祷のせいだと人を恨む人が出てきた。今度は獅子の仮面を3つ作って獅子と命名、水を止めると書いて獅子、それを農民にかぶらせて、回せ、太鼓を叩かせ、ホラ貝を吹かせ、龍神に雨が止むように獅子の祈祷を捧げたところ、雨は止み、人々の感謝の舞として獅子舞を捧げるようになった。獅子舞だったわこれ、水止め舞じゃないわこれ。ずっと水止め舞って2年間言い続けてきたけど、じゃあ獅子舞だわこれ。獅子、水を止めるで獅子って名前をつけてるから、じゃあこれは獅子舞だわ。獅子舞は約700年の歴史を持ち、昭和38年に東京都無形民族文化財に指定されています。ねえ、なんか面白いのが、なんか藁の中に男の人がくるまってて、ホラ貝をボーッと吹きながらゴロゴロ転がされて、そこに水をぶっかけていくっていう記載です。この道路に人が転がっていくんですよ。で転がっていくんだけど、なんか藁みたいなやつにがんじがらめになってて、なんかねリンチみたいになってるの。ほんでぐる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 転がされながら、ぐるぐる回りながらボーボーとか言ってこう吹くんですよ、ホラ貝を。そこにみんなやらーとか言って水をバシャーンってかけるので、見に来た人たちがみんな水がぶっかかるっていう、それが東京の記載水止め舞っていう。もうすごいよ、だって俺去年携帯壊れたもん。マジで容赦なくて、あそこにいっぱいなんか子供プールぐらいの水が用意されてるんだけど、それをなんかこの辺の町の人たちが面白がって「いけー！」とか言ってやるんだよ。ほんで一番最後に入ってくんだけど、この権勝寺ってお寺さんがゴール でそこでまたちょっとイベントがあるんだけど、その権勝寺に入るところが最後の難関って言われてて、その権勝寺の入り口に両サイドになんか水がめみたいなのがあって、その両サイドの水がめからブワーぶっかけられるから、で近所の家の人とかもなんかかけてくるから、ここはまだ別に全然いいんだよ。ここからずっとこうやって下っていくので、キュッて曲がったところに権勝寺があるんだけど、その権勝寺でもうすごいことになるから、水止め前で合ってますで、合ってんのか俺、獅子舞じゃないよね、やっぱ水止め舞で合ってるよね。あ、よかった、すごい。スタートの合図の話が出てきました。今ね説明がされております。関係者たちも、人すごい、すごいです。はい、いいよ、はい、もう一枚ね、はい、シュールだ、うん、大丈夫だよ、はい、はい、あげろ、せーの、はい、前開けて。
ます。半端ない。うわうわすごい。うわうわうわすごい。というレベルじゃない。おお、びしょびしょです。例年以上にすごく感じます。半端ない水が、後ろの水がめからですね、バケツいっぱいの水が何倍も何倍も降り注ぎます。すごいです。原因はそこです。原因はそこにあります。あの水がめからえげつない水量が降ってかかってきます。もうこの道路の中にいたらですね、助かりません。半端ないです。これが本当のゲリラ豪雨。テレビ局のカメラマンも観光客もみんなびしょびしょです。さっきまでやった日記がですね、一瞬にしてかかれる水で涼しくなってまいりました。私も昨日あの泥だらけになったんですけども、いつの間にか泥が落ちました。最初はたくさんですね、人が集まって中心を取ろうとしていましたが、このように濡れることから徐々に真ん中に人がね集まらなくなってはけていきます。半端ありません。現在ですね、今この真ん中に大きな藁に包まれた男たちがですね、ホラガイを吹いております。東京都の水止め、無形文化祭、水止め前ですが、どんどん曇ってきて、今から700年前にですね、干ばつがありました。この関東に干ばつがあって、その干ばつを救うために雨乞いをしました。その雨乞いによって今度は大雨が降ったので、その雨を止めようとですね、獅子舞、水を止めると書いて獅子舞、獅子舞よ、これがこの水止め舞だ、ルーツと言われております。あっぶね、かけに来てる、かけに来てるからね、かけに来てる、うん、どんどん後ろからね水がねかかってきます。あのゆっくりとしたスピードなので永遠に水がかかり続ける、永遠に水がかかり続けます。うわっはんぱないもうすごいて、あの奥からの水があの距離が届かずに全部俺に来るのよ。手前のこっちまで行ってほしいんだけどね、全部手前の俺に来るっていう。男たちはここにいるんですけどもね、ゼロ距離、もうゼロ距離も、うわっ下向いた方がいいんじゃないの。すごい、もろにかけてきている。さすがに詰まったか、ホラガイ。ちょっと待ってね、今動けないから。すごい水が半端じゃない今年、例年以上にすごいぞ。やばい、700年のお祭り、とんでもない記載だ。えげつ、え
うわっ、多くない多くない俺ちょっと。ただいい点が1個あります。あの水かけられすぎて、あの携帯が冷えまして、あのはい、バクるだけ、バクっちゃう、バクっちゃう、携帯が冷えてきました、いい意味で。うん、ちょっと、ちょっと、ちょっと、半端じゃないです。皆さん聞こえてますでしょうか。アメミヤさん。はい。アメミヤです。すみません、遅れました。とんでもないね、とんでもないね、これ。すごいでしょ。すごい、こんなにびっちょびちょで、うわもう容赦がねえ、容赦がねえです。めっちゃ狙われる。めっちゃ狙われる。でかいからね。でかいから、ね、遠くから見ても分かるもん、一発で。ホラガイやつだろ。すごい、すごい。そこなんだよね、ホラガイが。ここで全部止められてるから。止められる。ぴったりだ。すごいよ。うわ。バケツでね。向こうが、向こうが。オッケーです、オッケーです。いや、とんでもない騒ぎになっています、皆さん。ご覧いただけますでしょうか。聞こえてるか、ホロミー。ああ、冷たい。こんな感じ。もう一回、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 ちょっとかけないで、とんでもないことになってる、とんでもない、風呂みたいになってる、風呂みたいになってるから、OK で上からかけられるみたいな、あ、やばい、やばい、やばい、くる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 、お腹痛い。タワラと勘違いされているんでしょうか。とんでもないことになっています。ホラガイ吹いてないと連発しております。あー、冷たい、すごいよ、冷たい、カッパじゃないのよ、これすごいよ、みんなマジで、これはすごい、日本の奇才でしょ、奇才だこれ、後ろ見て、後ろ見て、やばい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 、すごい、俺らかけられまくるから俺らの周りの人いなくなるの、そうなのよ、周りから人がいなくなります、すごいバグってる、バグってる画面がとんでもないことになっています、びっしょびしょ、これは甘く見るからダメだ、やばいでしょ、うわっ、どう、雨宮来てみて、いや、ここまでとは思わなかった、楽しいです、もっとなんかテーマパークみたいにちょっとピッ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 みたいな感じかな、楽しいです、楽しい、ここまでびしょ濡れになれないからねなかなか行動で慣れない、そう、住宅街でこんなびちょびちょになれないからで、あの1時間前まで人全然いなかった、ね、4人ぐらいしかいなくて、もしゾロゾロ人集まってきて、気づけばなんかもうバンバンかけられて、すごいよ、あれは台風返しの顔だもん、確かに外出てうわーとか言ってるんだけど、そう、家でシャワー浴びるより水かかってるから、熱気打ちなのか、行くぞ、いやホラガイ吹いてないのよすごい、阿鼻叫喚です、阿鼻叫喚だいやプロより浴びてる、すごいよ、これプロより浴びてる、プロよりすごい、これはすごいよ、これがですね、700年続く、はい、東京の期待、水止めまでに、さあ行きましょう、行きましょう、行きましょう、やばい、
もう。バケツ降ってきた。バケツ降ってきた。大当たりよ。バケツが降ってきたぞ。怖い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 距離なくしてる手前でかけてそうだねそう奥までかけないんだよもうすごいよこれ iPhone の回数を測れるそうだね、うん、本当にそうだわとんでもないぞこれ原因はそうですよ、ね、そこだ水原因はそうですよ水槽みたいなところに原因はあんま水槽にもかかる私はいつまでもやりますのでよろしくお願いします。僕にとって配信は